現在のコンディションはいかがでしょうか。コンディションはバッチリです。早く試合したいです。まあ、対戦相手の印象はいかがですか。そうですね、試合は見たことないんですけど、身長が高いなっていう感じです。あさって神戸ではどのような試合をお見せしたいでしょうか。そうですね、ライジン初参戦なんで盛り上がる花のある試合して倒して勝ちたいですね。ありがとうございます。では他ご質問ある方。その試合見てないというのは、はい、いつも見てないんですか。いや、映像探したんですけどなくて、探したんですけど ない感じだったんで、はい、分からなかったです。あ、じゃあもう、なんかその身長とかデータ的なものしか分からない。そうですね、はい。不安はないですか。まあでも大丈夫です、はい。もうライジンに出場がこう決まった時はどう思いました、はい。そうですね、大舞台なんで、すごくモチベーション上がりましたね。しかも関西なんで、僕大阪出身なんで、久しぶりに関西で、こんな大舞台でできるってことで、すごくモチベーション上がりました。あれですか、ここで自分の力で生き投げたいと。そうですね、それもありますね。で、いい試合してまた呼んでもらえるように。どういう試合、まあ上野選手というのはやっぱり強打というイメージなんですけど、ね、その辺を伝ってどういう試合をしたいんですか。そうですね、やっぱり KO は狙ってそうですね、早い段階で倒せたらいいなと思ってます。他シュートボクシングの、まあ、ベルトを持ったという意味では、はい、まあ、他にもたくさんの選手が来日に戦ってたわけですけども、やっぱそういう意味で自分もここで輝くぞという思いが強かったんですか。そうですね、やっぱり大きい舞台でやりたいっていうのはずっとあったんで、明日しっかり盛り上げたいと思います。結構あれです、見てました。例えば、まあ、レイナ選手もそうですけど、サワー選手とか、アンディ・サワー。そうですね、ライジンはテレビとかでもやってたし、ギャオとかでも生で見てました、ね、はい。何かこう、まあ、最近見たライジン以外でも昔からこう憧れていた選手であったりとか、こういうのを目指して自分を始めたっていうのはあるんでしょうか。憧れた選手っていうのは、まあ、でも有名な選手になりたいなとはずっと思ってますね、はい。格闘技を始めたきっかけみたいなこととして伺ってもいいですか。きっかけはそうですね、小学1年生の時に空手を始めて、で K1 とか格闘技見ててやりたいなと思って、中学3年の時にシュートボクシングのジムに入りました。ルールはい、そうですね、僕は打撃が得意なんで特に問題ないです。